皆さんこんにちは、こんばんは。今回はなんとびっくりマンにこの筋肉マンコラボが出ました。それを全部で10個買ってきました。パッケージはこの2種類あります。ちょっとね、筋肉マンは全然知らないんだけど、このすごい有名だから知ってるけど、なんかあのね、びっくりマンだから買ったっていう感じなんだけどさ、このこれね、奇跡の、世紀のコラボ奇跡じゃなかった誕生40周年のビックリマンと平成29年肉、本当だ、肉年筋肉マンのコラボになってます。で、青コーナーもあるよ、あるぞって書いてあるんだけど、 なんか東日本が赤コーナー先発売されて、西日本では青コーナーみたい。これは赤コーナーって書いてあるけど、なんかあれなのかな、赤コーナーのなんかが出るのかな、よくわかんないけど、じゃとりあえずね、開けていく。ちょっと筋肉マン、こっちは筋肉マンだけどね、こっちなんだろう、なんか筋肉マンに似てるけど、さあじゃあ早速開けていくよ。コラボということで、なんかビックリマンのなんかあるかな、コラボ、いつもの筋肉マンとビックリマンのキャラクターのコラボみたいな。これね、粉がすごいんだよね。さあ、いきますよ。1枚目は何が出るかな。せーの、じゃーん。あ、ラーメンマン、これ。ラーメンマン、これ知ってる。見たことある。あ、中国出身って書いてあるよ。やっぱり。カンフーファイターは残虐超人から改心し、正義超人へ。あ、なんか悪者だったの元は、わかんないけど。オーズマンに重傷を負わされた後は姿変え、正義超人のメシアに。そうなんだ。あ、ここね、筋肉マンのスマホゲームがあるみたいで、これ知ってるけどやってない。元は悪者だったみたいな感じの書き方だね。はい。じゃあ、二つ目。赤コーナーだから後ろが赤になってるのかな？じゃあ、青コーナーは後ろが青いのかな？さあ、二枚目何が出るかな？何が出るかな？さあ、二枚目は、じゃじゃーん。あ、これだ！これに書いてあるやつ。何？これは。筋肉マンスーパーフェニックスって書いてある。これは筋肉マンなの？ちょっと裏見てみよう。フェニックスマンに知性の神憑依し、王位継承阻止に名乗り上げる。卑劣な手段使い、勝利にこだわる。策略家はスグルのライバル。スグルんのライバル、んよくわかんないや。ん敵なの味方なのわかんない。ちょっとわかんないよ。裏見てもわかんないっていう。なんかビックリマンってさ、裏がなんか普通の書き方してない、難しい、ちょっと難しい書き方してるからさ、ちょっと私には謎。筋肉マンもわからないし謎。はい、じゃあ3枚目いきます。じゃじゃん。わあ、何、ペンタゴンだって。真っ白だね。全身白色の姿で空中殺法得意な偉人から来た正義超人。あ、ってことは正義の味方だね。顔のご、見えないこれ、ごぼう性回し、ストップザタイム技の受けてかけてをクロスチェンジ。とりあえず味方なんだね、分かったの。とりあえず味方なんだっていうことは分かったよ。さあ、じゃあ4枚目。なんか、シークレット的なさ、なんかすごいやつ来ないかな。よし。じゃあ4枚目、何かな？じゃじゃん。わぁ、何これ？なんか、シークレット的な、改良、アシュラバスター。これ知ってる？手がいっぱいのやつ。なんか、めっちゃ痛そうじゃない？この技。絶対痛いよね。首の固定が甘く、すぐるに、破られた欠点修正したアシュラマンの
新必殺技、着地時に脳天の兜が突き刺さりダメージ倍増。うわぁ、え、兜が突き刺さり、あー突き刺さってんだここ。うーわー、このポーズだけでも痛いのに、この頭も痛い、やばいやばいね、これ死んじゃうすごいわ、すごい戦いだわじゃあ5つ目、アニメとかも見たことないので、なんだろう、よくわかんないさあ5枚目はウォーズマンだって。これも見たことあるよ。後方って書いてあるけど、後方ってなんか泣くの全然わかんないや機械の体に、あ、機械なんだね、冷徹な精神持つ残虐ロボット超人は強敵相手に不気味スマイル見せる。筋肉マンらとの死闘を経て正義超人加入。あ、元はウォーズマンは何、敵だったんだけど途中で筋肉マンの仲間に入るっていうやつなんだ。そうなんだ。まあなんか敵だったっぽいもんね、なんかこの感じからして。じゃあ次、なんかシークレット的なのまだ見てないよね。あのビックリマンとのコラボって分かるような何かが出てほしいんだけど。さあ次いきまーす。せーの、じゃじゃん。わあ、これすごいすごいいいじゃん。これだよ、私が求めていたものは。このブラックゼウスとコラボの、これは悪魔将軍だって。悪魔将軍、名前からしてなんか敵っぽい。と、悪魔超人界のドンと天魔界闇の陣士による最強王決定戦のゴングなる。まばたき厳禁、地獄の断頭台 VS レインボービームウェーブ一発 KO の予感。おお、これ悪魔超人界のドンだって。これが多分この悪魔将軍ってやつが一番悪者の中できっとね強いんだよ、きっと。ドンって書いてあるからドンって書いてあるからどうなんだっていう、こっちの方がいいかな。じゃあ次、こういうの欲しいよね、こういうのが欲しい。次7枚目、7枚目いきます。せーの、じゃん。お、これもなんかハリケーンミキサー、これはなんだ、頭のロングホーンを突き出しタックルぶちかます、バファローマンの必殺技、受ければ回転し吹き飛び1000万パワーの餌食に。うわぁ、これも強そうだね。必殺技って書いてある。で、このバッファローマンっていうこの人の必殺技なんだね。こういうの欲しいな。筋肉マンが出てないね。さあ、次。8枚目は何かな？あの、なんかちっこいのいるじゃん、筋肉マンのチビ。かわいいやつ。さあ、それ欲しいな。あるかな？じゃあ次。次は、何かなぁ。あ、何これ、これシークレットかな、なんかシークレットっぽい。と、バファローマン&里崎ザウス、誰なんだろう里崎さんっていうのと多分ゼウスのコラボなんだろうけど、誰だろう。あ、なんかサインみたいなの入ってるよ。と、悪魔超人と正義超人を行き来する、腹の血が読めない、戦えば真意が通じる。なんかなんじゃ、これ22って背番号じゃなかったっけ。なんかあの前あったよね、野球選手とのコラボだったっけな、里崎選手って、確かそう、なんかねあったよね。ブラックじゃない、あのビックリマンが好きな選手がいたんだよね。確かなんかホームページに載ってた気がする。その人と顔が似てる、多分それわかんないや。はい、次行きましょう。なんかシークレットっぽいよね。あ、ごめんなさい、乗っちゃったはい、じゃあ次、9枚目はドゥルブ。これなんか何、敵なの。ビッグザブドウって書いてある。
実はパーフェクト超人のドンだった超非道巨漢はネプチューンマンとヘルミッショネルズ結成し、次々マスク狩り&公開処刑へ決行す。あー、自分のマスクが狩られるとパワーダウン。あ、え、みんな、あ、マスク被ってんの？被ることでパワーアップ？なんかよくわかんないよ。元はいい人だったのかな。さあ、じゃあ最後になりました。なんかもう良さげなの出ちゃったから、なんか出ない気がする。筋肉マンが出ないんですけど。そう、そのさっきのちっちゃい子欲しいな。あるといいけど。確かね、なんかミートくんとかなんか可愛い名前だったんだよね。最後いきます。ででででで、わあ、ここにいるやつ出た。何この、あのなんか変なやつ。仮面ライダーに出てきそうなアトランティス。なんだこの怪物は。半魚人のごとく全身鱗ずくめ、水中戦法が得意な145万パワーの悪魔超人。悪魔だと思った。シノバスの池にロビンマスク沈めた試合は超ド級インパクト。水の中が得意なやつなんだね。ということで今回ニックリマン開封したんですけど、やっぱりこの、あの筋肉マン知らないんだけど、やっぱりこのデフォルメがすごくいいよね。やっぱデフォルメ、このビックリマン描いてる人が描く、この絵すごい好きなんで、これはあのちょっとだけ買おうかなと思って買ったんですけど、やっぱり集めようかなって思います。まあ動画撮るかはわからないけど、まあこれは集めたいと思います。やっぱいいよね。で、これね、あの毎回そうなんだけど、この開封しちゃうからどんどんねしけてきちゃって、まあその最初の開けた時はこのウエハースがすごいね、食感がいいんだけど、やっぱね、このまま開けておくとどんどん透けちゃうので、で、そこで考えたのが、あの、トースターで焼いたらすごい美味しいっていうのをどっかで見たので、トースターで温めると、この食感が戻って、さらに温めることで中のチョコがね、これが溶けて、結構サクッと中はとろりって感じですごい美味しいので、美味しいんですけど、他の食べ方あるかなって、もしね、あの、同じような方がいて、こういう食べ方してるよって他の食べ方あったら、ぜひ教えてください。それでは、今回は、ビックリマンの筋肉マンとのコラボ、ニックリマンチョコ赤コーナー開封してみた動画でした。それでは、またねー。